こんにちは。累計講演回数1000本越えビジネス心理学講師の坂井敏夫です。この動画チャンネルではあなたのビジネス、ご商売、そして企業独立に役立つお話をしています。よくですね、声が通るという表現がありますけれども、これは文字通り遠くまでですね、声が届くということなんですけれども、実は笑顔で話すと声が遠くまで届くということが実験結果から分かっています。反対に人前であなたがどんなにいい話をしたとしても、仏頂面で話していると、後ろの方の人には聞こえていないということであります。 このことに関して、音声工学の専門家である東京工芸大学の森山強志教授が次のように言っています。口角が上がって、口の形が横になった時に、舌が前の方に出て空間が開きます。生体で作られた音源が頭の方へ向かって、その空洞へ響き渡るのです。ということをおっしゃっています。口角が上がって、口が横の形になって、舌が前の方に出ているというのは、実は、いという口の形。 になった時です。いいと言ってみましょう。その時あなたの表情は笑顔になっているはずです。写真を撮るときにキウイ。 というのもキムチというのも1たす1は2というのもですねまあ、ハッピーラッキーミッキーというのもですね口の形をイして笑顔の表情を作るということですよねつまりこの笑顔の状態で人前で話をすると声が通りやすいということでありますただし私の経験から言うと人前で話す時に笑顔になれる人というのはほとんどいませんま多、あ、かれ少なかれですね人前に出て話をする時に緊張してしまうというのがその原因です ではどうすればいいのか私が発見したとっておきの方法をお見せしましょう。それは人前に出て話す時には相手に前歯を見せるという意識を持つということであります。例えばこんな感じです。この時私は笑っているように見えるかもしれませんけども、私の気持ちの中では笑うというよりもあなたに前歯を見せるという意識で口の形を決めています。講演会で大勢の前で登壇する時に私は必ず聴衆の人に対して前歯を見せると。 意識を持ってお話をするようにしています。そうすると、やはりですね、大きな会場であったとしても、遠くまで声が届くようになるということを何度も経験しています。あなたも人前でプレゼン、発表、あるいは商品説明会などがあったときには、相手に対して前歯を見せるという意識を少し持ってみてください。その時に、あなたの口の形は、自然に横になって口角が上がって、下が前の方に出て、口の中に空間ができているはずです。つまり、先ほどお話した森山教授が言っていた 声が届く口の形に自然となっているんです難しく言うと良い声というのは 3000Hz の周波数の声なんですけれどもこの 3000Hz の周波数の声を出すためには腹式呼吸と口の形が重要になります腹式呼吸については他の動画でも説明していますのでこの動画の下にもリンクを貼っておきますのでそちらの方もご覧になっていただきたいんですけれどももう一つ口の形というのはやはり「胃の形になりますこの形で意識しながら「 声を出していると 3000Hz に近くなってきます。相手に前歯を見せると。この方法に気がついたのは私が DVD でアイドルグループを見ていた時であります。私はこう思ったんです。なんでこの子たちは疲れているのにいつも笑顔でいられるんだろうと。その時に思ったんですけれども、あ、この子たちはもしかしたら笑っているのかもしれないけれど前歯を見せるということを意識しているのではないかなということに気がついたのであります。 テレビに登場するアイドルやお笑い芸人をよく観察してみてください。気づくことがあるはずです。それはカメラが向けられると必ず前歯を見せているということです。具体的に言うと、前歯を見せながら下唇で下の歯を隠す顔の表情をするんですけれども、こういうのをハリウッドスマイルというふうに言うのだということに私は気づきました。ネットでハリウッドの俳優や女優の表情を検索してみてください。 笑っている時の表情というのは必ずこのハリウッドスマイルになっているはずです。この表情こそが良い声を出すための秘訣の表情ということになるのです。笑顔の表情で話をすると声が通るようになります。ぜひあなたもプレゼン、発表会、商品説明会、あるいはスピーチの機会が多い場合にはですね、人前に出て話す時には相手に前歯を見せるという意識を持って話すようにしてみてください。以上、今日は相手に前歯を見せると よく通るる声になるというお話でしたよろしければチャンネルに登録をいただきまして他の動画もご覧いただきましてあなたのビジネスご商売そして企業独立のね準備にお役立てをいただきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。